日常演舞食歌日記へようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのポテチキユズコショウ味を食べたいと思います。見た目は普通のポテチとあんまり変わらないですけど、ような気もしますけど、どんな感じのかな。ユズコショウって結構好きなんですけど、あんまり食べる機会がないので今回堪能したいです。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ここにイラストともにふんわり香るピリリと辛いというふうに書いてあるんです。本当にその通りで、最初噛んだ瞬間もチーズの風味が口の中にふわっと広がって、あれ爽やかだけど胡椒の方と思ったんですけど、なんか終わりに行くにつれてだんだん黒胡椒のピリピリとした刺激が口の中に残ってくるので、途中でだんだん変化した形があって美味しかったですね。メリハリがあるというのが印象だった。ただこれはポケチキよりもファミチキでやった方が良かったのかなと思うんです。ファミチキだと衣がザクザクしてるので、それとよく混ざってより美味しかったのではないかな。で、次は衣が薄いのでちょっとそこは物足りなさが出てしまいますね。衣が柚子胡椒に負けてしまっているようなそんな感じがしてもちょっと残念かなと思いますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。